佐世保電気株式会社は大正時代に存在した日本の電力会社である。かつて九州電力送配電管内に存在した事業者の一つ。本社は長崎県佐世保市。1912年に設立され、翌1913年には九州電灯鉄道に合併されて消滅した。会社自体はこのように短期間しか存在していないが、事業そのものは 他の事業者によって1906年より開始されている。本校ではその前身時代についても記述する。佐世保市にて最初に電気事業を始めたのは大阪電灯株式会社である。同社は大阪市に本社を置く電力会社であるが市内副席面に佐世保支店を置いて事業を行っていた。この大阪電灯は福岡県も実施に対する 事業権を買収の上、文字支店を設置して1902年より供給を開始し、九州進出を果たしていたが、続いて翌1903年10月に佐世保市における電気事業の認可を申請した。その佐世保市では、市営による伝統供給事業の計画を前進とする民間の伝統会社設立が発起されており、大阪伝統の申請は競り願いとなった。さらに、 長崎市の長崎電灯も佐世保市への進出を図るが、競り願いの結果大阪電灯が営業に当たることとなり、1905年7月大阪電灯に事業が許可された。大阪電灯では1906年4月に電気工事志向の認可を受けると、直ちに工事を開始し、同年8月より事業を開始した。電源は市内副席面に、 新設の火力発電所で蒸気機関を原動機としてゼネラルエレクトリック製1 2 0ット交流発電機2台にて発電。事業は開業から3ヶ月で4447棟の電灯を供給するまでになった。1907年8月、供給増で供給力不足に陥ったため、応急措置として発電所に発電機をもう1台増設した。その後は、 順調に事業が進むが、1908年3月になって急騰問題が発生する。佐世保市は、軍港があったことから、日露戦争中は商業が大いに栄えたが、反動で戦後のこの時期には全くの不況となってしまっていた。そこで商業組合が、伝統料金の3割減を要求し始めたのがこの問題の発端である。 組合と大阪伝統させ保支店の間で交渉が行われたものの、会社側が値下げ要求を一切拒否した結果、商業組合員が急凍運動を起こすに至る。運動は、組合員の演説会や宣伝ビラ配布によって一般市民にも波及し、当時のさせ保支店管内の伝統取付数6328棟のうち休止申し込みは約2500棟。 個数にして750個に達した。結局会社側が料金を5000引き下げると妥協し、この問題は5月になって解決した。給湯問題が沈静化すると、再び新規需要が増加し、それに伴って供給力増強が必要となったことから1910年3月発電所に4代目の発電機を増設している。さらに、翌1911年以降、 発電所の出力は5 3 0ットとされた。1911年12月、大阪電灯佐世保支店の事業は、京都電気株式会社に買収された。事業を引き継いだ、京都電気では、佐世保支店を設置している。なお事業を買収した会社を京都電灯とする資料があるが、誤りである。京都電気は、京都市の会社で、 京都伝統が独占する京都市内の電気事業に参入すべく1911年1月に資本金200万円にて設立された。同社は事業開始に向けて準備する傍らで当面の運転資金を得るべく大阪伝統佐世保支店を買収しこの事業による利益を当てることとした。買収金額は57万5千円。 買収時点での伝統取付個数は1万1088灯であった。京都電機時代には、市内80カ所に寄付等を取り付ける、料金を引き下げるといった市徒の融和策が取られた。京都電機の新規参入を防ぐべく、京都電灯が動いたことで、翌1912年11月に、京都電機の事業は未開業のまま、京都電灯に買収された。ただし、 佐世保支店の事業については口述のように直前に佐世保電機へと譲渡されており、京都伝統の手には渡っていない。佐世保電機社長、福沢桃介京都電機佐世保支店の事業を買収した佐世保電機株式会社は、事業の受け皿として、福沢桃介、松永安左衛門らによって発起され、1912年10月17日、佐世保市副国長に、 資本金100万円にて設立された。社長に福沢、取締役に松永がらがついた。当時、福沢は福岡市に本社を置く電力会社九州電灯鉄道の相談役、松永は同社常務取締役であった。佐世保電機による経営の期間は短く、翌1913年9月15日、佐世保電機と上記の九州電灯鉄道との間で、 合併契約が締結された。合併に際しての存続会社は、九州電灯鉄道側で、同社は増資の上、佐世保電機の株主に対し同社株式計2万株と、九州電灯鉄道の新株18,082株を交換するという合併条件であった。合併契約は30日の株主総会で承認されるが、佐世保電機側の一部株主には、 将来有望の会社であったにもかかわらず、合併条件が悪いため合併延期を希望すると主張する者がいたという。1913年11月30日、九州電灯鉄道にて合併報告総会が開かれ合併手続きが完了した。この時、同じ長崎県の大村、諫早地方を供給区域としていた王冠電灯も合併されている。 九州伝統鉄道の長崎県進出はこの後も、続き、1916年には長崎電気ガスも合併された。この間の1914年8月、送電線と佐世保変電所が完成し、佐賀県の川上川にある水力発電所から佐世保への電力供給が開始されたことで、佐世保発電所は廃止となった。 佐世保電機の合併から8年半後の1922年、九州電灯鉄道は名古屋市の電力会社関西電機と合併、東京に本社を置く東方電力株式会社が成立した。佐世保市では東方電力の時代には同社佐世保支店が設置されていた。1912年末時点における佐世保電機の供給区域は以下の通り、いずれも長崎県内である。 これら23市町村のうち、1912年末時点で、実際に供給が開始されていたのは、佐世保市、日生村、廃棄村、山口村、中里村、水瀬村、大野村のみで、他の地域は未開業であった。佐世保市は1905年の大阪伝統による事業許可当初からの供給区域で、日生廃棄村は1九百七年九月、山口、中里、 みなせ、大野の四村は1910年という大阪伝統の時代に供給区域へ編入されている。供給実績は1912年の時点で伝統需要や数4142個、伝統数14828頭であった。1912年末時点における発電所の主要設備は以下の通り、ありがとうございます。